ボーラは、イタリアのマセラティで、開発、1971年から1978年まで、生産された高級スポーツカー。社名の、ボーラは、アルプス山脈から、アドリア海へ吹き下ろす、寒帯地方風を意味する。マセラティは1968年、当時親会社であったシトロエンからの提案を受け、ランボルギーニ三浦に橋を発した、スーパーカーの条件ともいえる、ミッドシップにシータースーパーカーというコンセプトを踏襲し、プロトタイプティーポ117を製作。1971年のジュネーブモーターショーで、ボーラとして発表、マセラティ初のミッドシップにシーターとなる。デザインは、マセラティギブリと同じく、ジョルジェット・ジウジアーロが担当。基本コンセプトは、ギブリと同じく、ウェッジシェイプであるが、エンジンがミッドマウントされたためノーズは縮められ、リアは若干高く、長く伸ばされている。シルバーに輝くステンレス製、ルーフパネル、高くせり上がった、リアエンド、リアクルーターまで伸びる広く大きなリアグラスエリアが特徴。モノコックシャシー。エンジンマウントには交換フレームを採用。ギブリから流用された 4.7 リットル V8 DOHC エンジンは最高出力310馬力 6000rpm 最大トルク 46.9kgm 4200rpm を発生し、最高速度は時速 280km を誇った。マセラティの市販車としては初の4輪独立喧嘩方式サスペンションが採用され、シトロエンから油圧ブレーキシステムの提供を受ける。当時市販車でミッドシップレイアウトの製造、販売に成功していたのは、マトラやロータスなど簡素な作りの小排気量、スポーツカーのみで、一方、イタリアンスーパーカーは軒並みパワー志向に走っており、ライバルのフェラーリ、ランボルギーニは主力車種に、V12 エンジンを採用するという中で、マセラティのラグジュアリー V8 ミッドシップにシーターという GT コンセプトは、稀有な存在とも言える。1973年、アメリカの排気ガス規制変更を受け、アメリカ市場向けに基準に満たない 4.7 リットルエンジンを、廃止 4.9 リットルエンジンを搭載。排ガス基準を満たすために、燃料コントロールされたエンジンは最高出力300馬力、6000rpm、最大トルク 46.9kgm、3500rpm にパワーダウンしている。1975年、マイナーチェンジを受け、4.9 リットルエンジンは最高出力320馬力、5500rpm、最大トルク 49.9kgm。4000rpm にパワーアップされ、デザインに小変更がなされた。1978年、生産終了。総生産台数530台。ありがとうございます。